桜井純子、原田龍二、猫背つばきら、伊原六花主演、肝臓を奪われた妻の新キャストが発表。日本テレビ系で4月2日にスタートする、伊原六花が主演を務めるドラマディープ、肝臓を奪われた妻、火曜深夜0時24分の追加キャストが発表。桜井純子、原田龍二、猫背つばきらが出演することが分かった。肝臓を奪われた妻の原作は、LINE 漫画2022年間ランキング、女性編で6位で2ランクイン、国内累計閲覧数1億3300万、ビューを超える人気作。貧乏だが真面目に正直に、幸せに育った北山優香、伊原は、理想の人と結ばれ、幸せな結婚生活を送るはずだった。しかし、愛する夫、中村光聖、桐山さざ波の隠された本当の目的は、妻の肝臓を病気の母に提供させることだった。肝臓を奪われ、夫にも裏切られた、主人公の復讐劇。彼女のたどり着く先に幸せはあるのか。復讐の先に見えてくるものとは？桜井が演じるのは、主人公、優香の復讐のターゲットである中村家の絶対、君主にして、優香の肝臓を移植した光帽子の母、中村聖子。シングルマザーで、年の離れた光帽子と、娘、ひろこ、加藤千尋を女手一つで育て上げた。令嬢を捕まえて結婚した光帽子を、自慢の息子と褒めちぎり、その恩恵を大いに利用して成り上がった。ワインなど酒が大の好物で、肝臓の病気もそれが原因だ。桜井はどちらかというと優しそうな母親役が多い中、優香を悲惨な状況に追い込んでいく人物にキャスティングしていただき、新たな一面をお見せできるかと純粋に嬉しかったですと期待と喜びを口にし、この作品はタイトルにインパクトがあり、それに負けない中身の濃い内容ですよね。どん底の優香が自分を犠牲にしてまでどう復讐していくのか先が気になって仕方がないですと作品への興味を示す。加えて中村聖子という人は優香を道具としか見てない独善的なタイプで、とにかくひどいですよね。肝臓を提供してもらったにもかかわらず、感謝もなく奪って当たり前という傲慢さ。復讐されて当たり前ですね、とキャラクターの性格を強調し、卑劣な中村家を優香がどう復讐していくのか、そしてやり遂げ幸せになれるのか、皆様どうぞ楽しみにしていてくださいとメッセージを寄せている。原田が扮するのは、突然の胸の痛みで倒れていたところ、働いている青果店から見ていた優香に救われ、命拾いする黒田修司。黒田にとって命の恩人となった優香から復讐計画を聞かされ、自ら手助けをしたいと名乗り出る。軽快なトークとダンディーな振る舞いで気の強い聖子を虜にしていく。まず随分前から何度もご一緒していて、アウンの息を共有できる中前雄二監督がどんな世界観を構築するのか興味が湧きました。話す原田は、私は現代劇でも時代劇でも報復する側として演じた経験がありますが、なんといっても完全懲悪物語は好きです。結果的に悪事を飲み込む正義という構図は見ていて実にスカッとすると同時に、劇中に登場する愛しい人間たちの個々の生き様も今作品の見どころだと思います。荒野、道徳的にはアウトでも神様仏様が許してくださる正義というものを考えさせられる作品だなぁと思いましたと、作品の世界観を見どころに挙げる。演じる役柄については、決してありふれた日常にはいない、なんとも珍奇な人間だと思いますが、恩義に報いたいという無尽蔵なその真意気が、妙に魅力的な男だなと思いました。
ではいかない因果応報の世界の住人の一人として、視聴者の皆さんの流言をしっかりと下げられるように、自分ならではの仕事をしたいと思っていますと、劇中での役割を伝えている。また、猫背が担当するのは、優香が働く、青果店の店主、田代晴美役。優香が妊婦で働き場所が見つからず困窮する中、唯一受け入れてくれた人物だ。優香が中村家への復讐を進めていることには気づいており、止めたいと思ってはいるものの、ある過去の経験が原因で言い出せずにいる。よく優香に代わって、彼女の息子、血人を迎えに行くため、血人に懐かれている。作品タイトルに、とぎもを抜かれたという猫背は、どっちのやつかな、と思い、マネージャーに、ツッコミ待ちの方ではなくちゃんとやるやつですか、と質問したら、ちゃんとやるやつです、と言われましたと明かし、八方塞がりで、絶望的な状況の優香にとって、唯一心を許せる人であり、自分の一番大事な存在である、血人を任せられる人物。安心感とスリリングな展開の中でのセーフティーゾーンを心がけつつ演じたいと思っていますと語り、楽しみなキャストの皆様を自分も早く拝見したいですと撮影を心待ちにしている。水崎彩女は光星の妻でになる安藤グループの一人娘であるお嬢様の安藤、中村瑠璃子役。田村健太郎はひろこの婚約者で井川グループの御曹司、井川健三役。夏尾大子は瑠璃子の不倫相手のジムトレーナー、玉木慎吾役。さらに光星から依頼を受けて暗躍する探偵役を飯田元正が担う。水崎が演じる瑠璃子は大財閥の両親に幼少期から溺愛され、お金に困った経験は全くない。光星から安藤グループとのパイプとしか見られていないことへの寂しさから、愛されない満たされない気持ちを埋めるために通っているジムのトレーナー玉木と不倫関係になっている。は漫画を読んでいたので、オファーをいただいた時はもしかしてと瑠璃子のことを想像していたら見事に当たっていました。嬉しい。共演したことがある方から初めましての方までいるので、現場は楽しみのワクワクと緊張のドキドキの連続になりそうですと、本作への出演に胸を躍らせる。瑠璃子役に関しては育ちが良く、両親からも大きな愛情を受けてかなり甘やかされて育ったので、視聴者の皆様から見るととても嫌な役どころだと思います。ただ後半どうしてそうなったのか、そうするしかなかったのかが描かれているので、光星に対しての切なさやどうしようもなさを演じきれればと思いますと意欲を燃やす。続けて、個人的には、不倫する役が3本続けてなので、世の中の不倫は三者三様、いろいろな不倫があるんだなぁと思っています。かっこ笑い。瑠璃子が嫌な奴であればあるほど優香の存在も強くなっていくと思うので、優香の復讐劇が深く、苦いものになるように微力ながら力添えできればいいなと思いますと、作品への貢献を誓う。田村が扮するひろこの婚約者、以下は受け身なタイプで、ひろこの強引なアプローチに押し切られる形で婚約をした人物。いつも自分勝手なひろこに振り回されていたが、親同士の関係もあり、何も言い出せずにいる。ひろことは真逆でけなげな雰囲気の優香とバーで出会い、戸惑いつつも惹かれていく。田村は、まず、なんだこのタイトル。SF かな?と思いました。ところが企画書を見ると現実の話でまたびっくりしました。そして台本を読んでみれば強烈なエネルギーを放つ登場人物多し、
このタイトルで指してくる感じぴったりだなと思いましたとインパクトあるタイトルと脚本を読んだ感想を明かす。自身の役を御曹司で育ちの良さから来る穏やかさを持っており、正直な言葉を放つ人と紹介し、嘘をついたり企んだり腹に黒いものを持ってるキャラクターたちの中で、賢三の正直な言葉が主人公の優香にどう影響するのか僕も楽しみです。登場人物たちの花のように咲き乱れる情念と湧き水のように溢れる思いが小僧ロックに染みていただきます。要精一杯やらせていただきます。お楽しみにと力を込める、自分に熱を上げるルリ子に対して暇つぶしにできる金払いのいい女としか思っていないチャラい玉木は、新しくジムに入会した優香の思わせぶりな態度が気になり誘うが、毎回交わされるうちに本気で恋をしてしまう。そんなキャラクターに望むにあたり、夏尾はこの役がオーディションで決まった時素直に嬉しかったで、今までに演じたことのない役なので難しいとは思いますが、とにかく思いっきり演じようと思いますとコメント。ストーリーについては一番に辛いなと思いました。いきなり裏切られる主人公に感情移入してしまい、思わず一緒に復讐しようかなと思ってしまいましたと話し、今回いただいた役はそんな主人公の復讐の1ピースになるような役です。その復讐が見ている方にとってより痛快になる、よう精一杯演じたいです。玉木慎吾という人物はクズ男だなと思いました。読んでいるとつい主人公に同調して奥歯を食いしばるような思いになったりするのですが、そういった気持ちは一切なくして自分の欲を正直に全力で出すことで成り立つ役のように感じていますと意欲を高めている。優香の復讐計画をいつも遠くから見張り、その動向を光星に伝えている探偵役の飯田は、秘密を抱え表と裏の顔を持つ登場人物たちを誰にも気づかれず遠くから見つめる探偵。何を探っているのか、彼の目的は、そして彼にも秘密があるのかと煽りつつ、漫画原作の大人気作品、プレッシャーもありますが、漫画とはまた違ったテレビドラマとしての面白さも伝えられたらと思っております、と語っている。